でえー、とあと30分ぐらいあるので、えー、ともう1つ別の話をしていこうと思います。でこれ、出走追放で、えー、とこの話、ちょっと次回に続くんですけども、今まで最小漂流問題のアルゴリズムとして3つ紹介してきました。で4つ目をやるという、ど,どんだけやるんだというふうに思われるかもしれないんですけども、これもその違うアイデアに基づいているのでご紹介したいということになります。で、こんな形になります。今まで3つ 紹介してててきたののが下に書書いいいあありりまますす視点う何の視点かっていうと、相補性定理の視点です。相互性定理っていうのは、宗教要請と相追求要請と相互性っていう3つの条件を満たすと最適性が言えますよっていう話でした。で、不平炉消去法って初めに紹介したアルゴリズムは、宗教要請と相補性っていうのをずっと満たしたままアルゴリズムを動かしていって、最終的に相追求要請を ししましょうというような形で動くのと、前回とかやった地区最多の方っというのは、総中継性と総合性を満たしたまま動いていって、最終的に主教性を満たしましょうという形で動いていくという話をしてました。で、そうすると、3つ条件があるんだから、一番最後のところをもう一つ考えたくなる,なるわけです。という言い方をすると、語弊がありますが、そうすると、こういう考え方をしたくなって、主教性と総中継性を満たしたまま、最終的に総合性を満たしましょうということを考えたくなるということになります。 で、今からやる出走追放っていうのは、まあ、こういう形でアルゴリズムが動くということになります。で、相互性を満たすことになるんですけども、相互性っていうのは、今我々が考えている最小費用流問題においては、まあ、簡約費用最適性条件の不等式というふうにもまあ言い換えられるわけです。だからどういうことかっていうと、あるかなないや。宗強制つまり B 流をずっと持ち続けます。アルゴリズムでは。で、相対強制を満たすので、ポテンシャルもずっと持ち続けます。 B 流とポテンシャルをずっと持ち続けるんだけども、それらが簡約費用最適性条件の不等式を満たさないままずっと進んできます。で、満たさないんだけども、だん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 ,だん満たされるようにしていきたくなっていって、最終的に満たしたところで相互性が満たされて、最小費用 B 流が得られますよってことを結論付けたいっていう形のアルゴリズムです。で、そう思って今からやる例を見ていくんですけども、やっていきましょうと。だからずっと同じ例を使ってこれでやっていきますと。 でとりあえず、先ほど言った通り、このアルゴリズム、出走追法は、B 流とポテンシャルをずっと持ち続けます。だから、初めに B 流を見つける必要があります。でこれは実は、前々からやっていて、例えば、その経路、消去法のところでも、初めに B 流を見つける必要があるんですけれども、まあ、それはなんか最大流問題を解くことによって得られるということが、この最小費用流問題の話をした初めのところでやっているので、それを使ってくださいと。でそれを使って、B 流をまず見つけます。なんか見つけます、B 流。これ、B 流です。なんか見つけた B 流。 と、ポテンシャルも初め与えるんですけども、まあ、ポテンシャルは何でもいいので、何でもいいって言っちゃいけないかな。ポテンシャルっていうのは、まあ、何でもいいとは言っちゃいけないかな。えっ、ー、と、初め、この全ての頂点に対してゼロを与えるという形で、ポテンシャルを初期化します。で、こんな形になっている。で、もうこの状況で、簡約費用最適性条件を満たしてれこれをでおしまいなんですけども、まあ、そうとは限らないわけです。じゃあ、とりあえず、その簡約費用最適性条件を満たすかとかっていうことを確認しましょう。 でそのためには補助ネットワークを作って、その補助ネットワークにおいて、その解約費用はどうなっているのかということをまあ書いてみるで。それ書いてみました。今、補助ネットワークを作って、その補助ネットワークの費用を今、解約費用にしたものをここに書いてます。で、まあ、この場合は、えっと、ポテンシャルが全部これゼロなので、解約費用っていうのは元の費用と同じです。でそうすると、この逆向きの子があって、逆向きのところの費用っていうのはもともと、 負の値を取っていたので、でその負の値がそのままこう出てきているわけです。で簡約費用最適条件って何だったかっていうと、簡約費用がすべて0以上ですよという条件だったので、その条件をここでは今、満たしていないということが分かります。で、何をするかっていうと、今、この右上に空いているところにこれなんか書きたいんですけども、今、ここで作った簡約費用の中で、それが負になっているところだけを出してきます。 簡約費用が負になっている子だけを持ってきました。で、気分としては、このような子を全部なくしたいってことを行ってきます。で、それを行うために、今、ここに左上に書かれているビールやポテンシャルをどんどん変更していくってことをしていきます。で変更していって、ここに書かれている子をなくしていくってことを行うってことをします。で、どのようにやるのか。2つあって、 えっと、まず何をするかっていうと、この一つの頂点に着目しましょうと。これどういう頂点かっていうと、この頂点から出ていく子が、ここの右上の絵にありますよという頂点を一つ選びます。で、今からはそのようなこの出ていってる子、これを今からなくしたいっていう目標を立てながら、この流れている B 流、あるいはポテンシャルを変更していくってことをします。で、どうするか。一つ考える操作は、これです。で、これまず読みます。 V2V2 流で V2 への流流量を最大にするものを見つける。もうこの日本語がほぼ分かんないんですけども、V2 ばっかりで。えっ、ー、と、何かっていうと、皆さん、えっ、ー、と、最大流問題の時に ST 流っていう言葉はまあ使ったわけです。で、これは S から T に流しますよというふうに聞いたわけです。で、この S と T の両方とも同じ V2 になったものが V2V2 流です。 だから V2 から出して、V2 に戻ってくるような流れを見つけたいと思っている。ただ、最大流問題のときには、ST 流の中で S における値を一番大きくするものを見つけましょうというふうに言っていたわけです。ただ、ここで見つけたいものはそれではなくて、V2 への流入量を最大にするものです。えっと、V2 における値といったときには、それは V2 から出ていく量をマイナス V2 に入ってくる量というものを、 それはどのような V2、V2 流でも V2 における値はゼロになります。だから値を最終代化することはしなくて、入ってくる量の方だけを最大化する。まあ、これは実は、量、えー、量保存制約から、量量保存制約と言っちゃいけないんだけども、えー、と,と言わないで、えー、とそれは、えー、V2 から出ていくる量と実は同じになるんですけども。 まあだから流入量の方だけ見ましょうと、流入量を最大するものを見つけるんだけれども、これは、ね、V2 から出ていったものが、ねえっと、V2 に戻っていることができないので、えっと、そのような V2、えっと、V2 流はどの子においてもゼロしか流せないような形になっています。あどこで見つけるのか言ってませんでしたけども、この目上のネットワーク、ここで見つけます。はい、でそれはまあ残念ながらこの場合は、どこの子においてもゼロしか流せないというような流れになります。 で、まあ、見つけたので、まあ、これはいいんだけども、まあ、これはゼロしか流れてないので、あんまりこの後の話に影響はないという形になります。もしここでその,なんか正の量が流れてると、なんか起こるんですけども、それは今、行われないという形になります。で、まあ、見つけましたと。で、見つけて、まあ、だから今、この V2 から出ていっているこの子を消したかったんだけども、まあ、これでは何も起きずに消せないということになります。で、その時に次の操作を行います。で、次はポテンシャルを変更する操作です。操作で,すで、何かというと、 V2 から到達できる頂点の集合っていうのを定めます。ただし V2 以外で。そうすると、まあ、V2 から V4 にはいけるんだけども、V4 から V0 とか V3 にもいけるので、V2 から到達できる頂点で、V2 以外のものっていうのが、この V0、V3、V4 というのが、これ、定まります。で、これを今ダ、LargeW っていうふうに置いてるんですけども、何をするか、ます開げます。 でソフトの何が起きるかっていうと、今、この V2 から V4 に向かって個があるんですけども、この場合、その V2 のポテンシャルそのままで V4 のポテンシャルを上げると、簡約費用は大きくなります。簡約費用は何だったかというと、CA があって、書けない。書けない。もう一度書きますね。簡約費用は何だったかというと、えっと、書けないですね。書くのが。 Ca があって、pu があって、pv があったら、簡約費用は ca-pu プラス pv なので、この終点のですねポテンシャルが上がると、この簡約費用大きくなります。で、今この簡約費用これマイナス3なので、これを大きくして、0まで持ってきたいわけです。で、それをしたいんですね。で、そのためにこの p4 の ポテンシャルを上げるんだけども、P4 のポテンシャルだけ上げると、全体のバランスが壊れるので、P4 からも到達できるところのポテンシャルを上げます。ってことをします。で、この場合はどんで、どうやって上げるかっていうと、まあ、こんな感じですね。ダブルの頂点のポテンシャルを上げるんですけど今は、えっと、ここですね1、1だけ上げてます。1だけ上げましたと。で、そうするとここのポテンシャル、もともとポテンシャルって、簡約費用、もともとマイナス3になったんですけども、マイナス2になって、ちょっとずつ上がってきます。 でこれ、最終的にこれゼロにしたいんですけども、まあ、今,今のところマイナス3になってると。で、これ、どこまで上げるかっていうと、ちょっとこの上げ方は微妙なんですけども、今、ここにですね、破線の弧が現れました。これ、何かというと、今、この V0 のポテンシャルを上げたために、えっと、ここですね、この弧の簡略表はもともと1だったんですけども、それがゼロになりました。で、これ以上、 こ,のポ,、v えっと、この,のポテンシャルを上げてしまうと、この V0 のポテンシャルを上げてしまうと、この V0 から V1 に向かっているこの簡約費用が負になってしまって、それが増えるのは困るわけです。だから、ロになってしまうような、えっと、簡約費用が新たに0になってしまうような子ができたら、そこでこのポテンシャルを上げるという操作をストップします。で、そこまではポテンシャルを上げます。ってことで、一応、どれだけポテンシャルを上げるかっていうと、簡約費用が負の子が減るか、簡約費用が0の子が増えるまで上げる。 今はだからそ一律に上げるんですけども、この V0 から V1 に向かっているこの鑑約費用がゼロになったので、ここでストップという風にしています。で、一応、鑑約費用がゼロになった子は、この方に書くんですけども、これは破線にしています。なぜかというと、これはまあこれ以上、この子の費用を上げたら困るんですけども、もう1個、えっと、重要なのは、この子は別にあっても構わない、この図に。今 消したいのは、この図において実践で書かれている個です。それはこの、このもともとの、この、えっと、なんだっけ、えっと、フォトネットワークにおいて、簡約費用が負になっている個です。それをなくすことを目標にしているんだけども、この簡約費用がゼロの個は別にあっても構わないということで、区別するために、破線で書いてます。で、まあ、そこまでポテンシャルを大きくします。で、大きくしましたと。で、この状況で、今、ちょっと、個が増えたので、 この状況でまた先ほどと同じように V2、V20 で V2 への流入量を最大にするものを見つけます。ただ、これはまた先ほどと同じで0しか流せないという形になっておしまいになります。で、おしまいになったらまた先ほどと同じように V2 から到達できる頂点の集合っていうのを定めます。でそうするとこの、この波線も考慮して、今度は V0、V1、V3、V4、これが全部この W に入ってくるという形になります。で、この W の中に入っている頂点のポテンシャルを上げます。 でこの場合も1だ,けかな1だけ上げることができて、1だけ上げると、ここら辺が2、1、2、2という形のポテンシャルになります。でそうすると、ここの、えっ、ー、と、なんだっけ、単薬表はもともとマイナス1だったんだけども、V4 の、えー、とポテンシャルを上げたことによって、このポテンシャルが、単、え、薬、ー、表がゼロになって、もともと実践になったところが破線に変わりますで。これによって、本当は V2 から出ている実践の、 えっと、個のこを消そうと思ってたんだけども、別の個は消えましたという形になります。まあ、これは許す。別にあ構わない。えっと嬉しいことだから許す。という形で、このネットワークがの形状が変わるという形になります。で、これを繰り返していく。で、次またこの V2V2 流で V2 年の有入量を最大にするのを見つけるんですけども、今度は実は見つかります。ここで111という形で流せます。すごいですね。ということで、流せたら、 この今もともとここは1、2、1流れていたんですけども、この平路に沿って1、1、1流したので、それに沿ってここの部分の流量も変えます。で、変えると、ここの、えっ、ー、と、なんだっけ、ここの補助ネットワークが変わります。流れが変わったことによって。 でそうすると、ここも変わります。すそうすると今、ここの部分、もともとですね、ここに1流れていたのが0になったことによって、ここの子は消えます。消えます。でこれによって、V2 から出ていく実践の項を消したいという要求が達成されたので、これで V2 を今あの、黄色く塗ってるんですけども、そのフェーズをおしまいにします。 これでもう今日達成されましたってことになって、この V2 から考える状況はこれでおしまいになります。で、次の別,別の頂点を選んで、その別の頂点から出ていっている実践の項を消すってことをやろうというふうになります。で、じゃあ代わりに今度、じゃ V4 を見ましょうということになります。で、そうすると V4 から出ている実践の項が V0 に向かっているものと V3 に向かっているもの,もものがあるので、それを消そうということを試みます。 で、同じことをやるんですけども、けども、まずは V4V4 流で V4 への流入量を最大にするものに見つけるんですけども、これはまたどこもゼロになってしまいます。で、先ほどと同じように V4 から到達できる頂点の集合を定めます。で、この場合、注意があるんですけども、V4 から出ている波線は使わないと約束します。これは、ここに書いてないんですけども、口だけで言ってますけども、 V4、今これ固定してるんですけども、この固定した頂点から出ている破線、つまり翻訳費用がゼロの子は使わないということは、えっと、規則として書いてませんが、入れてます。でそれを入れないと困ったことが起きるので、そうしてます。じゃこれ書きましょうかね、これ重要だから。V4 を支点とする。 ここで簡約費用がゼロのものはだめ、使わない <laughs> ってことです。でそうすると、この V0,V1,V3 が選ばれるということになります。で、この3つの頂点のポテンシャルを先ほど言ったとおりの形で大きくするということをします。 でそうすると、この場合も1だけ大きくできて、こんな形になると。で、そうすると、ここに、関約企業が0の子が増えるという形になります。はい。で、これができたので、また新たに V4 からスタートして、V4、V40 で何とかかんとかってことでやっていきます。で、そうすると、これまた0しか流せないという形になっているんですが、でそうしたら、またこの V4 をスタートとして、で先ほどと,と,と同じことしましょうと。で、そうすると、あ、そうか、重要なことがありましたね。 すみません、要なことがあったのは何だったかというと、今、ポテンシャルを増やしたら、V4 から V3 に向かっていた個の簡略内の表がゼロになってました。だから、もともとこれ実践だったんだけど、それが破線になって、1個実践の個が減りましたということになっています。はいで、先ほどと同じことをもう一回しますと。で、そうすると、先ほどと同じように、V4 を支点とする破線は使わない。ので、V4 から到達できるものはここに限られます。V0、V1、V2 と。 で、ここのポテンシャルを上げますということにします。破線は使ってもいいんだけども、V4 を支点とするものだけ使わない。ややこしいですね。で、ポテンシャルを上げます。今度、また1だけ上げますと、こんな形になって、で、そうすると、この V4 から V0 に出ていたこの簡約費用が0になって、ここが破線になります。で、そうすると、V4 を支点とする実践の個がなくなるので、これで V4 の周りは全部なくなったということになります。V4 を支点とするものは全部なくな なくなったということになります。見れたし,見出し、見れたしそうすると、あとこれ2つ残掘ってますね V3 から出てるのと V5 から出てるもの。これをなくしたい。じゃあ次、V3 を選びましょう。で、V3 流で V3 への流入量を再生するものを見つけるんですけども、今度はここにですね、1だけ流すということができます。それ流します。で、流したら、ここの部分の流量も変わりました、今。で、変わったので、それに応じて補助ネットワークも変えます。更新します。で、こんな感じになると。 でそうすると、ま,あ、まだ、この、えっと、あれですね。えっと、解約費用はマイナス1のままなんだけども、先ほどまでは、の解約費用は、そうですね、これは変わらないですね。これはまだ変わらなくて、マイナスして、マイナスのまま残っているという形になります。で、まあ、これはもうちょっと変わってますね。これもちょっと変わった。ですけども、で、この後に何をするかっていうと、えっと、V3 からたどり着ける頂点を見つけます。 んな感じで,すね、で、この V3 を支点とする破線は使わないんですけども、V4 には到達できます。なんでかっていうと、V0 を経由してこんな形でいけるからですね。だからそれはちょっと注意が必要なんですけども、V3 を支点とする破線は使わないんだけども、他のところは使ってよいという感じになります。で、まあ、V3 以外のところは全部到達できて、このポテンシャルを上げます。で、上げると、今度は1だけ上げるんですけども、そうすると、ここの部分の。 簡略費用がゼロになって、V3 から出ている実践消えましたということになって、よろしいということになります。でそうすると,あとです、ね、残っているの V5 から出ている実践があるので、これ消したいと。で、V5 を選びます。で、V5、V5 流で、V5 への流入量を最大生のを見つけるんですけれども、それはありませんと,あるあるませんというか、どこもゼロしかありませんということになります。あ 重要なことを言っていなかったけど、もうちょっとご,ごまかしながら行きますね。で、えー、っと、ごまかしながら行きましってこと宣言するのも変なんですけども。<laughs> で、えー、っと、これですね。えー、っとまたこの V5 から到達できるところを見つけるんですけども、これ V2 だけになります。で、V2 のポテンシャルを上げます。で、上げると V5 から出ているところの実線が破線に変わるということになって、これで実線がなくなってすべて破線になった。つまり、 今考えているところの簡約費用が全部0以上になりましたとなって、これで B 流と簡約費用最適性条件を満たすポテンシャルが見つかっているので、今考えている B 流が最小費用 B 流ですということになって、アルゴリズムが止まるということになります。いいですか、まあ、こんな形になります。で一応、言葉で書くとこんな感じになって、 ちょっと嫌なんですけども、まあ一,一応読むと、まあまずその B 流一つ,つ見つけます。これは頑張ると。最大流問題を解けば見つかります。で、ポテンシャルは全部ゼロにすると。で、簡約費用が負の子がある限り以下を実行するというふうになっていて、その簡約費用が負の子の視点を一つ選んできて V とします。で,これです、ね、簡約費用が非正の好みを用いる VV 流で V 源の流入が最大のものを発見します。これはどうやってるかって言ってませんけども、これ実は最大流問題 のアルゴリズムを使ってこれが見つけられるってことが分かっていてというかそんなに難しくないんですけどもここではちょっと時間がないのであんまりちゃんと説明しませんでも最大の問題の考え方を使ってこれ見つけられますでそれを用いて F を更新するっていうのは、えー、と先ほどやった通りでで次に W っていうのを見つけるんですけどもこれは V から簡約費用が非正の好みを用いて到達可能な頂点の集合ですでその頂点のポテンシャルを一律に増加するんだけども増加させるときには新たに 解約表が0の子が増えるか、解約費用が負だった子が減るかが起きるまで増やすということですね。ということをしましょうというのがアルゴリズムの流れになります。はい。で、さっきちょっと言っていた、その、これですね。ステップ2と呼んでは、V を視点とする子で簡約表が0のものは使わないというのがあって、先ほどはこの W を見つけるときだけ、それは注意したんですけども、実はこの、えー、と流れを見つけるときにもそれはやります。 ってことをちょっとさっきさっき言っていなかったので、ちょっとそれはここで補足します。はい。というアルゴリズムです。で、これは、F を出力するときにはで、F が出力されたときには、単薬費用最適性条件が満たされることが保証されてます。で、しかも F は B 流です。だから、これ停止したときには必ず最小費用 B 流が得られてるってことが保証されます。っていう意味で、まあ、正当性は言えると。 いてないけどもだからこれは停止するときには必ず最小費用 B10 が得られます。で、じゃあ問題はちゃんとこう停止するのかって話があるんですけども、それはちょっと時間がないからあんまりやりませんけども、えっと次回やろうと思います。次回、えっと、まずこのアルゴリズム自身がギター公式時間で動くってことを言います。で、どんなぐらいになるかってことのイメージだけ言っとくと、ここら辺でポテンシャルを増加するってことをやってます。で、ポテンシャルの増加量は、まあ、 えっと、すべてのデータが整数だったら、1ぐらいしか、まあ、上がらないかもしれません。だから、その 1, 1ポテンシャルを上げるっていうのをずっと続けていく可能性があります。で、そのポテンシャルを上げるっていうのが何回行われる可能性があるかっていうと、すべての簡約費用が正に、えっと、0以上になるまで、このポテンシャルを上げるっていう操作が続けられる可能性があるわけです。でそうすると、それは、まあ、多くても、まあ、その、費用の和ぐらい。 はこのあることになりますでそうすると、それは、まあ、その反復回数がポ、えー、ポテンシャルの、えー、費用の総和ぐらいになってしまうということになって、これはまあギター公式時間になるというような形の話になると。だけども、それは費用にしか依存しない形になります。ということになるので、その費用をスケーリングすることによって高速化するという話が出てきます。今日やったのは、築地最短の法に対して、築地最短の法の計算量は、 容量とか、えっと、需要供給がギター公式時間の計算能に出てくるので、それらをスケーリングしましょうという形で容量スケーリングということをやったんだけども、手相追放では費用がギター公式時間の計算能に出てくるので、費用をスケーリングしましょうという発想になって、それを行いましょうという話を次回行うという形になります。ただ次回で全部できる気はあんまりしないので、次回はお気持ち中心。 になる気がしますが、まあ、一応次回で最後の授業になって、これらの話をしようという形になります。一応今までの流れをまとめておくと、最適性条件としては、簡約費用最適性条件、不経路最適性条件、生カッ最適性条件というのがあって、それらに対してまあ対応するアルゴリズムがありましたよという話がありました。今最後にやった思想追放は、一応この簡約費用最適性条件に基づくアルゴリズムになっているという形になっているということには注意をしてください。はい、では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。